1945年、ハンガリーの首都ブダペストが包囲され1週間が経過。約80万人の市民と共に閉じ込められた第 9SS 山岳軍団とハンガリー第3軍合計約8万人の守備隊は少ない補給にもかかわらず、降伏する素振りすら見せず数倍もの敵軍相手に奮戦していた。そんな彼らを救出すべく、第6軍はコンラート作戦を発動し攻撃を仕掛ける。と前置きはここまで、本題に入る前にここいらでいろいろぶちまける。まず作戦名のコンラートについてだが、これはおそらくコンラート王から取られているが、作戦が3回も実施されている都合コンラート1世、2世から取っているか会議作戦全体がコンラートでそれぞれ第1次、第2次と名付けたかが不明である。とりあえずこの動画では前者がダセー上互換が悪いし理由として後者の方がそれっぽいので後者を採用する。そして第6軍でお気づきの方もいるかもしれないが、これはガスターリングラードで包囲された第6軍と同じ名前。そして45年時点で第6軍を指揮していたヘルマン・バルクはスターリングラード救援作戦に使用された第11装甲師団の指揮官であったから何らか勘ぐってしまわないこともない。極めつけに6は悪魔の数字、そう、これはイルミナティの縁。このチャンネルでオカルトやり出したら終わりだわ。ヨタ話はさておき今回の動画では一連のコンラート作戦の概要だけ取り上げ、詳細は後日に上げる方式を取る。単純に全部こと細かくやるとチルカワみたいにオワコンとかするのと資料の量がおかしいのでこっちのが楽な上、ある程度の概要も知らずにいきなり怪文書を吹き込まれると見る側も困惑するのも一因である。時間稼ぎもそこそこ、第一次コンラート作戦について見ていこう。ヒトラーが救援作戦を命じた後、国防軍最高司令部は2つの案を策定した。一つはパラトンコ北岸より、もう一つはドナウ川南岸より攻撃する案であった。前者はブダペストまで平地が広がっているため戦車攻撃に向いていたが、幾重ものソ連軍の防衛線を突破する必要があった。後者は地形が起伏に飛んでるため、戦車には向かないがドナウ川北岸に展開する第57装甲軍団の支援を受けることができ、そのため小規模の部隊で攻撃を実施でき、第6軍は後者を選択した。45年元旦、西部戦線で北風が吹き始めた頃、コンラート王によるスラブ征伐が始まる。午後10時、少人数からなるドイツ軍のグループが攻撃を開始、翌2日2時30分には第 4SS 装甲軍団本体が攻撃を開始。この攻撃は完全な奇襲となり、さらに第96歩兵師団がドナウ川を溶かしソ連軍陣地後方に共闘砲を築く。パーペ集団も遅れて攻撃に参加、ソ連側は突破阻止を試みるもこれを果たせずドイツ側は陣地を突破し南東へ突き進む。4日にドイツ軍後方を遮断すべく、ドナウ川北岸で攻撃を開始するが、これは第57装甲軍団に阻止され、一方で南岸では6日に第711歩兵師団がエステルゴムを再占領する。しかしビスケ北方で強力な防御陣地に遭遇し、ドイツ軍の進撃は停止。8日に最後の攻撃を仕掛けるも、これも撃退され第一次コンラート作戦は中止された。時間を少し遡って1月6日、第 4SS 装甲軍団の前進に伴い、ザモリ方面でのソ連軍の圧力が弱まったことから、第3装甲軍団、第1騎兵軍団が同方面で攻勢に出る。初期こそ成功を収めたが、こちらにもソ連軍の増援が到着し、一進一退の攻防が始まる。執拗な攻撃の結果、ソ連軍は甚大な被害を被ったがドイツ軍の突破を阻止、ここでの攻撃は10日までに完全に停止した。当日、第 4SS 装甲軍団は再編成を済ませ再度攻撃を開始する、第2次コンラート作戦の開始である。この攻撃もある程度の成功を収め、ピリス山地に突入しピリス線とケレストを占領。先遣隊に関してはブダペストまで17キロ地点までに迫っており、街の明かりが見えしないへの砲撃音も聞こえた。だが現実はいつも残酷である、ヒトラーと最高司令部は9日時点で北西からの攻撃を諦めており、軍団を撤退させ南西からの攻撃に切り替えるよう計画していた。だが前線部隊からしてみればブダペストが手に届く距離にありながらそれをミスミス手放せと言われたわけである。しかし軍団は11日、12日に攻撃を続行するが側面の安全を確保できず、最高司令部も軍団がブダペストまで突破できると梅雨ほども信じてなかった。こうして攻撃は中止された、第二次コンラート作戦は実行される前から失敗が運命づけられていた。しかしこの攻撃は予想外の効果をもたらすことになる。18日、第 4SS 装甲軍団はパラトン湖の北に移動し攻撃を開始、第3次コンラート作戦が発動される。
軍団は瞬く間に第135狙撃兵軍団を粉砕、増援として駆けつけた第18戦車軍団も蹴散らし、わずか2日で60キロを走破しドナウ川までたどり着く。ソ連軍は SS 軍団の転進を撤退と誤認し、油断しきっていたためこの失態を招いたのだが、この突破により第3ウクライナ戦線は二分され、南側の部隊が包囲される恐れがあった。ソ連軍は全軍をドナウ川東岸に撤退させることすら検討したが、最終的に全軍現状の陣地を維持することを決断。だが状況は悪化の一途をたどっており、22日に第1装甲師団がセイケシュフェヘイル R を占領、SS 装甲軍も北へ進撃。26日までに軍団はバルまで進軍し、包囲下の部隊との無線連絡を確立した。少なくともこの時点で包囲下の部隊が脱出し、SS 軍団と合流できる可能性があったが、ヒトラーは都市の放棄を拒否。代わりに軍団が市内へ突入できると判断し、ブダペストの維持を期待していた。だが後期は長くは続かず、ソ連軍が絶えず増援を送り込み突破が困難になり、さらに歩兵不足によりドイツ側は強大な戦線を維持できなくなっていた。包囲の危険があったため SS 軍団は撤退に移行、27日にソ連軍は攻撃を開始し軍団の包囲を目論む。だが圧倒的な兵力差があったのにもかかわらずソ連軍の攻撃は失敗、むしろ第23戦車軍団が殲滅され戦車122両を失う。2月初めまでにドイツ軍はセイケシュフェヘイル・グアールを除く第3次コンラート作戦で獲得した領土のほぼ全てを失い、13日にはブダペストが陥落、守備隊のうち5000から1万人が包囲を突破したが、味方戦線までたどり着いたのはわずか700人程度であった。一連の作戦において、第6軍は装甲車両164両を喪失、第3ウクライナ戦線は804両の戦車を失った。結局のところ、ソ連軍に出血を強いたが作戦の不手際や兵力不足によりブダペスト解放には失敗。また言うまでもないがドイツとソ連では45年時点において戦車1両の価値は大きく異なる。次回ではこれら作戦について詳細に見ていく。この動画では各将軍の思惑やソ連軍の動きが省略されているがこれらも全て取り上げる予定である。ではまた次の動画で、さようなら。